銀目クドリはスズメメむくどりかの鳥。英名はレッドビルドスターリング。全長24センチメートル。くちばしの基部は赤く、先は黒い。足は大々褐色。五毛、背、体下面は肺褐色あるいは青灰色。初列かざ切り基部には大きな白斑がある。腰と下をずつは開白色。交際は暗褐色。メスは全体に。 褐色味が強く、語形から、背はやや色が淡い。中国南東部に分布し、一部はベトナム北部で越冬する。日本では数少ない冬鳥、または旅鳥として記録がある。記録のほとんどは日本海の離島や南西諸島のもので、与那国島や石垣島では、毎冬、越冬している。本州、九州、伊豆諸島でも記録がある。近年、 日本での分布が広がってきており、石川県では2005年1月から2月に、内田町の河北方館宅地でオス1羽、和島市ヘグラ島で2006年12月に1羽が観察されている。滋賀県では2006年5月、小北町エビエのビ和湖水町湿地センターでオス1羽が観察されており、2009年1月には高島市でオス1羽が観察されている。 千葉県では2007年1月にはか一羽が記録されている。農耕地、草地、林園、人家付近に生息する。地鳴きは、ムクドリよりややか高い、キュリー、キョ、キョ、である。ムクドリとの交雑図が記録されている。平野賢治、石川野鳥年間2 0 0 5日本野鳥の会石川支部、2006年、平野賢治、 石川野町年間2006日本野町の会石川支部2007年平田和彦滋賀県高島市における積雪期の銀麓取りスターネスセラサズの記録日本町学会史59巻1号日本町学会2010年61から64ページ日本野町の会千葉県支部鳥田より宝次三312号10ページ日本野町の会千葉県支部 ありがとうございます。